勝利を渇望するチーム同士の対戦です。この時間は2020明治安田生命 J3 リーグ第26節ガイナーレ鳥取対 YSCC 横浜の試合をお楽しみいただきます。ではホームガイナーレ鳥取の予想フォーメーションです。ではアウェーの YSCC 横浜の予想フォーメーションです。中央を狙っていきます。跳ね返していったのは32番の秋葉です。もう1回キャプテンカニ、サポートは小牧ですが中央です。大久保ヘディングシュート、いきなり決まりました。大久保カニからの長い開脚線のパス、そして大久保が決めました。前半のまず2分に1対0ホーム鳥取が先制しました。勝利への執念、まず大久保が形を見せました。1対0、アーリーのこの対角線のパス、そしてフォーバック鳥取は今前目の位置に魚里がいて、大久保が真ん中、その大久保ターンをして振り抜いていく、シュートが決まった。2点目、今日2ゴール大久保、大久保炸裂、2対0、前半の6分、今日の大久保は何か違う。拳を振り上げてこの中央で戻って受けて反転して距離があってミドルシュート、左を射抜いていきました。安藤がもらって、そして酒井から左です。魚里、三沢が来ています。しょって今反転しようとしたところで倒されました。宮尾の守備でした。さあ受けて元泉から、さあ注目の宮本、宮本出る、宮本シュートになる、枠には行きませんでした。前半の8分のプレー、前にいて今ギャップに降りてきました。スリーラインのその一番後ろ側、井上力人、そして石井あたりと今駆け引きしてます。宮本ボール奪って、さあ鳥取大久保3点目か、左足を狙ってきた、3点目、大久保ハットトリック。前半の21分、ここも中央から、ここも個人技で自分の力でゴールをこじ開けました。大久保優がプロ初のハットトリック、今日は大久保デーか。10番の柳から、もう一回柳、宮本を収めてワンタッチ出てきた。さあ佐藤だ、佐藤、佐藤どうする、佐藤左足で振ってきました。キーパー正面でした、左足で打ってきました。6番の佐藤です。4番井上は中央から、今宮に来るか、ファーに移動した、そのファーかヘディング、安藤、カニのシュート、カニの右足は枠の外でした。カニ正隆、パスワークの要の選手です。後半の20分を過ぎました。21分です。大泉からふわっと浮き球のパス、もう一回大泉縦、さあ柳、柳どうする、柳が持ちながらクロスの上げた、グランダーシュート、シュートストップは井上、井上が止めました。もう一回シュート、変わって入った27番の古山蓮のシュートでした。ここもしかしディフェンスがカット。もう一回酒井です。3人が上がっていきました。ニアに大久保、中央には三沢、さあカニ、カニが中を見てシュートになった、カニのシュートはガッツポーズ、4点目、自分で決めたパスサーのカニ、キャプテンの力。後半の31分、高木監督拍手、 J3
J2 復帰のためには勝ち点差を考えたら3点では足りない、それを体現してみせました。自分で流し込んでいった。この時間は田口ワントップ、ピーダーセンサークル、宮本がサイド開いてます。グランダーピーダーセン、ピーダーセン今フェイクで入れていこうというところで、さあ石山俊太前の推進力、これは PK か。ピーダーセンここのとこですね、あーこのプレーか。 PK で11番の宮本が得点チャンス、ここまで11ゴール、4対0となったところで止めるか、決めました。4対1、これで宮本はシーズン12ゴール目になりました。古山粘ってボールを奪った。さあ石井、谷尾に出す。さあ谷尾、ただ西山俊太も快足を飛ばして、ここで試合終了です。2ヶ月ぶりに鳥取がホームで勝ちました。4対1、カニのゴール、そして大久保のハットトリック、4対1で鳥取が勝ちました。